C、エリーゼ、フツ、シトロン C エリーゼは、シトロエンが2012年から製造、販売している自動車である。同年のパリモーターショーで発表された。プジョー301は、姉妹車である。2012年9月、パリモーターショーにて発表された。2014年の中国市場での販売は10万台以上を記録した。2017年11月、マイナーチェンジを実施した。 シトロントータルセトロエンクエーリザチューク2013年シトロエンレーシングは2014年の世界ツーリングカー選手権に参戦するために新しいサブデビジョンのシトロエンワールドツーリングカーチームを結成レースカーはシトロエン C エリゼ WTCC と名付けられシトロエンワールドラリーチームの経験により数ヶ月で開発されたシトロエンワールドツーリングカーチームは 60kg の重量ハンディキャップにもかかわらず、2014年の WTCC シーズンの最初の15戦中14勝を勝ち取る。シトロエン、トタル WTCC チームは2014年上海の第一戦で見事1、2、3、4位を獲得した後、シーズン終了まで5戦を残して、メーカーの WTCC 選手権を獲得した。 シトロエワールドツーリングカーチームのパイロットはドライバーズワールドツーリングカー選手権の3つの最初のランクも獲得した。ありがとうございます。